イオン銀行は今月から窓口の担当者を含めた全社員およそ2800人を対象に自由な服装での勤務を認めました。前はちょっと接客してる時に上とか羽織っていたので暑かったんですけど、この服だと涼しく接客できるようになりました。三井住友銀行も今日から東京丸の内の本店で働くおよそ7000人の行員を対象に自由な服装で働くことを認めました。新しい発想が生まれやすい職場作りが狙いで、今後は全国の支店でもカジュアルな服装を認める検討を進めます。